皆さんこんにちは。こんにちは。湘南エッジクリニック大阪院長の斉藤と看護師です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。では早速今日のお題は何でしょうか。はい。はい。じゃん。俺の植毛術、植毛の定着を左右する要素とはです。はい。ありがとうございます。植毛術のね、やっぱり受けられる人って、一番ね、やっぱり気にされるのは定着のね、問題ですよね。で、せっかくやったのに、あんまり定着しないと、すごくね、がっかりされると思うんですけども、技術的な話でね、お話を今日しようと思うんですけど、植毛の定着を良くするために、いろいろ要素があると思うんです。まず、植毛の定着のいい人って、まず、若い人がやっぱり多いと。若い人、はい。で、やっぱり、植毛考えてるんだったら、年齢が若いうちに絶対やった方がいいですよね。で、毛根が簡単に言うと元気だから。元気の状態で、はい。その通り。で、後頭部の毛の質ですよね。後頭部の毛が太くてしっかりした毛の人って定着高いですね。あと、AGA の治療薬を、頑張ってやってる人って定着高い。薬飲んでると思うんですね。そうなんですね。で、あとね、術中の技術的な話をしていくと、まず、時間が短いのが絶対いいんですね。で、毛根を採取して植えますけども、外側に出てる滞在時間ですね、毛根のね、はい、というのは短い方が絶対いいはずですね。それから、その外側に出てる時間を、どうやって過ごさせるか、毛根ね。はい。で、例えば、生理食塩水にポチョンとつけとくだけなのと、はいはい、から、細胞培養液っていうのを使ってるんですよ。ハイポサーマソルっていうんですよね、はい。これは教科書にも出てますけども、それにつけとくと、だいたいね、取ってから5日後にその毛根を植えても定着する。いや、そこまで細胞は生きてる。ああ、そうなんですね。うん、で、ただデータで言うと、採取してね、24時間経ったものっていうのは、はい、ほぼ、定着がないんですね。うん、だけど、その領域につけておくと、そんだけ細胞は生きてるわけですね。そういう工夫を、当院はね、してますね。それから、あと、外側に出てる間に、温度の管理です。はい、で、温度は低い方が絶対いいんですね。はい、ダメージが広がっていかないですね。いろんな化学反応を抑えるのに、温度を低めに保つ。はい、で、これも教科書で出てるんですけど、4度 C ですね。4度 C に、そう、保つ、じゃ機械があって、はい、でそこに、シャーレを置いて、取った毛根を保存するんですね。で、そうすると、新鮮な状態で毛根を保てる。ね、でその辺が、術中の、定着を良くする、工夫になりますね。それから、毛根をね、こう、綺麗に取ることですね。はい、これは、医者の技術に関わると思うんですけども、綺麗な毛根で取れてきたものをね、で、顕微鏡でちゃんとチェックをするんですけど、綺麗な毛根をそのまま植えてあげると、定着ですよ、ね。その辺が、皆さんが一番ね、気にされている定着良くするための、要素かなと思うんですね。うちはそこをね、基本的に、はい、ちゃんと、ね、やってますね。はいはいはい。ありがとうございます。やっぱりこう、グラフトを維持するためにもスピード感だったりとか、うん、あと温度の管理とか、うん、あと先生の技術力っていうのがかなり大事になってくるんですね。そうなんですね。はい、そこをね、頑張ってやってますね。はい、はい、ありがとうございました。では湘南エッジクリニック大阪院では医師がマイクロスコープを使ってですね、頭皮を実際に見て、でその方に合った方法、治療法を提案しております。で、薄毛で悩まれている方、困りの方はぜひ当院にお越しください。無料カウンセリングでね、対応しております。はい、また施術の様子や、症例写真、ビフォーアフターキャンペーンを、インスタで更新しているのと、斉藤先生のアメーバブログも絶賛公開中ですので、気になる人は番組の、概要欄にリンク貼ってますので、またチェックしてみてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、では次回もですね、髪の毛のお話、薄毛のお話、あと治療の、ね、お話を解説していこうと思いますので、ぜひご覧ください。それでは次回まで、はい、さようなら。はい、さようなら。